はい、ユカタンでの休憩を終えて、このままアラビアンコーストの方へ行ってみたいと思います。アラビアンコーストにですね、僕が、乗りたい、絶対に乗ろうと思っていたアトラクションがあります。わかる方もいらっしゃるかもしれませんが、あのアトラクションに乗ろうと思います。レイジングスピリッツが夕方で20分待ちですね。こんな景色ある？すごい。ということでアラビアンコーストです。後ろに見えてるシンドバッドに乗っていきたいと思います。久しぶりのシンドバッド、楽しみです。多分泣く。はい、今ですね、シンドバッド乗ろうと思ったら、今並んでる人で清掃作業に入るということで並べませんでした。ここからあと30分ぐらいかかるとのことなので、一旦お散歩の方を続けたいと思います。アラビアンコースト行ってみましょう。なんかアラビアンコーストってこう見るとあれですね、晴れの日も映えるけど曇りの日もすごい映えますね。普段はアラビアンコーストは人がたくさんいて、このアラビアンコーストの街に流れている声、なかなか聞こえないものなんですけれども、今日はちゃんとこの街の声が聞こえます。で、 BGM も心なしかいつもより大きく聞こえる気がしますね。アラビアンコーストの息遣いをこれだけ感じることってなかなかないかもしれませんね。今のパークですごいな。ここにちゃんと人が生きてるっていうのが伝わってきますね。普段はこうしてじっくり見ないアブズバザールの看板もじっくり見てみると、とても美しい装飾が施されていることが分かります。なんかすごいな、いつもと違うパークの景色。これでも結構パークのこういう部分は見てるつもりでいたんだけど、まだまだやっぱり知らない部分、隠されている部分、まだ見たことのない表情っていうのがたくさんある気がしますね。アラビアンコーストのメイン地点ですね、中心地に来ました。マジックランプシアターはすごい混んでます。混んでるように見えて、もともと列を圧縮してないからっていうのもあるかもしれないんですけれども、やっぱ人がたくさん並んでますね。どうやらマジックランプシアターはコロナ、ソーシャルディスタンスを伴う今までと違うセリフだとか演出をしてるらしくて、それがツイッターで広まってみんな見たい見たいってなってるのかもしれませんね。アラビアンコースを抜けてマーメイドラグーンですね。今日はマーメイドラグーンは入らないかな。ちょっと結構ね、密室的な空間になってしまうので、今日は外からビルだけに留めておこうかなと思います。でもやっぱ相変わらず本当に美しい装飾ですね。いつ見ても本当に綺麗で、このマーメイドラグーンを抜けて、今度はミステリアスアイランドの方へ行ってみたいと思います。僕が大好きなミステリアスアイランドです。はい、ミステリアスアイランドへ入りましたね。ポテトチュロスのお店はやってません。プロメテウス火山は今日も活動をしています。ボルケーニアレストランは営業してるみたいなので、中華食べたい方はここに来るといいと思います。そしてこのミステリアスアイランドからまして、今回どうしても乗りたいアトラクション、そ
この2がスコアリングです。まだ一度も乗ったことがないんで今回絶対乗ろうと思ってました。でこのメディテレニアンハーバーにあるソアリンなんですけれども、今 Q ラインがこのミステリアスアイランドまで伸びています。でもここまで伸びていても待ち時間50分ということで、かなり人と人との距離を取って列を作っていることが分かります。列に並んで20分程度でもここまで来ました。ソアリンもう間近です。来てます、ソアリン。ソアリンです。カメリア・ファルコ。このソアリンというのはこのカメリア・ファルコの空を飛ぶ夢を追いかけた物語を僕らが追体験するというアトラクションになっています。ソアリン中まで来ました。ソアリン乗ってきました。なんて素晴らしいアトラクションなんでしょうか。もう本当に言葉が出ないぐらい素晴らしいアトラクションでした。で、このソアリンっていうのは風を感じて匂いを感じて、多分水しぶきとかも感じるアトラクションだと思うんですけど、多分コロナ対策なんでしょうね。水しぶきはかかってきませんでした。匂いはマスクしててもかなり感じましたね。であとおそらく世界の空を飛ぶアイテムが飾られた部屋がまだ乗る前に Q ラインであるんですけど、そこで多分プレショーみたいのをやると思うんですけど、それもなかったですね。で最後の並ぶところ、最後の Q ラインベアはアクリル板が貼ってあって、どうしても多分ソーシャルディスタンスが確保できないので、アクリル板を用いて飛沫感染を予防するという形を取っていました。とにかくソアリン本当に素晴らしい。音楽もいいし映像も素晴らしいし、途中で白クマも出てくるし、本当に素晴らしいアトラクションなので皆さん一度乗ってみてください。ソアリン乗り終わって今アラビアンコーストでシンドバッド乗ろうと思ってたんですけど、アラビアンコーストの横に自販機ができました。熱中症対策、コロナ対策、いい感じですね。ということで改めましてシンドバッド乗りに来ました。ここクレーン見えますね。これおそらくディズニーシー新エリアの工事中のクレーンですね。アルコールプラスコンパスオブユアハートはダメですね。かなり涙腺が緩んでしまいました。あとチャンドゥが元気そうで良かったです。今日もシンドバッドは最高でした。ビール1300円なんですけど、分けられていて、超やパレードが大好きなんで、でも逆に人の数が少なくて、いつもと違う景色のパークを見ることができる。今回の営業の形で見えるので、これがディズニーシー